ったよ。来た来た来た。でかい来た、でかい。おー、すごい。でっけぇ。入ってるんだ。入ってるんだ。花ちゃんというお名前の温泉カピバラ温泉花の湯と言っていますが、そのね、花の湯の花ちゃんになります。で、他の子たちは花ちゃんの子供たちになります。体小さいでね、赤ちゃんみたいな感じかと思われちゃうんですけれども、一応ね、年齢的には立派なみんな大人になりまして、一応全部で6頭のカピバラがお風呂に入れるようになっています。ただ今ちょっと2頭にはっきり日向ごっこしてる子たちもいるんですが、また後で気が向いたらお風呂の方来てくれるかと思います。マレスのお風呂は先ほどもご紹介しましたが、今マリコ園内で開催中のお風呂とお祭りとのコラボレーションしまして、また見られたらね、あ、ほらもう一個来た、ほらたくさんいただいております。これを今からお風呂の方に浮かべていきたいと思います。入るよね。菊のお花ね、とても綺麗なんですけれども、カピバラたちね、菊のお花食べるの大好きですのでね、どんどん食べちゃいますので、お写真撮る方お早めに撮っていただけたらと思います。こちらのお風呂、カピバラ温泉と言っていますけれども、残念ながら使っているのは普通の水道水です。ただですね、お風呂の後ろにサンジュニア君という機械があります。あちらの機械、太陽の熱をお湯に変えて使いますね。太陽の熱をお湯に変えて使いを使っていますので、ちょっとお天気のいいこういう日には、ね、エコなお湯を使って温泉に入ることができます、うん、そうだね。1回の風呂に使うお湯の量は大体700リットルぐらい、普段私たちがお家で入るお風呂の2日分、3日分ぐらいのお湯の量です。お湯の温度は4度弱、これは人間のお風呂と同じぐらいですね。私たちが入っても気持ちいいなと思うような温度のお風呂に入っています。カピバラはもともと南アメリカアマゾン川の近くに住む動物です。よく川に入って泳ぐ動物ということで、足の指の間には小さな水かきがついています。水に潜ることとても上手で、5分くらいなら水の中に潜っていることも可能だそうです。今年カピバラ温泉ちょこっとだけね、今までと変わったところがあるんですけれども、温泉の下のね、足の長さがちょっと高くなったので、温泉の位置が今までより高くなってます。なのでですね、今まで横からしか、アクリルの部分見えなかったんですけど、今回正面からでもね、皆さんアクリルの部分がよく見えるかと思います。中でカピバラたちのね、足、お顔どうやって動いているのか、ぜひ観察してみてください。それからですね、カピバラたち、こうやって温泉入るの大好きなんですけれどもね、温泉体を温めるだけではありません。カピバラたちもともと、野生ではね、川なんかでおトイレをする動物です。お水のところでおトイレするって決めているので、温泉でもね、おトイレしちゃうことがあります。一応ね、温泉2時から2時30分まで30分間なんですけれども、もしかしたら途中でおトイレをしちゃうかもしれません。割と最近の、この子たちの習慣として温泉の終わり頃ですね、大体水を抜き始めるか、そのぐらいの頃からみんなでこっちに顔を向けてじーっとしている時はおトイレしている時ですのでね、ちょっとそちらもまたカピバラ温泉には付き物ということで、ぜひどんな風に運動するのか観察してみるのも面白いかと思います。菊村の方ですね、今日とあとは今度の土日ですね、11月10日、11日の土曜日、日曜日の後で、ね、2回開催ありますので、ぜひまたね、こちらの方も遊びに来てください。それでは温泉の方に30分までお湯を張っておりますので、ゆっくりとご覧ください。いるいるから大丈夫。この首は入れないんだ。お湯かぶってるけど、何もあれなんだ。卵かぶってるな。可愛いね。
ママ、みんな入った。バンって出てない。